もこんにちは、塾のです今回の Google ググマップポツンと一人旅は、うん、ちょっとね島根県と広島県の真ん中中国山脈のある場所を探索してみようと思うんですよというのがこの地図見てお分かりのように私はね広島県の海沿いに住んでるんですねである女性と私20代の頃に遠距離恋愛をしてましてそれがね出会い系サイトで知り合った方と 島根の女の女子、ね、付き合ってたんですよ、まあ、島根って言えばこうこっちの方でしょ境港とか松江とか出雲でしょ、うん、この辺りに住んでいた子なんですよ、まあ、近くまで行ったこともあるんですけども、まあ、実際にあのその彼女のお家まで行ったことはないんですねで一番最初にやり取りしてじゃあ実際に会おうかっていうふうになった時に、まあ、隅っこから隅っこまで来て 結構な距離がありますんで、真ん中ぐらいで会おうかっていうことでね、実はね、東条っていう街でね、会うことにしたんですよ。で、ぐーっと行ってみると、東条っていうところがどこら辺にあるのかってことがお分かりいただけると思うんですけども、えっ、ー、と、東条町ね、こう、この辺りですね、東条町。ちょうど真ん中ぐらいでしょ。真ん中よりもちょっと私の住まいに近いんですけども、そこでね、この東条町に、私の思い出のね、 ラーメン屋がいまだにあるかなと思って探してみようかと思うんですよね。そのラーメン屋っていうのが、えー、その島根の女の子と初めて出会ったときに、まあ一日ね、この辺りでデートしたわけですよ。山の奥の何もないところでそれなりに。<laughs> まああの、トーク術が幸だったんですけども。で、一番最後に夜9時ぐらいだったかな、もう遅いから帰ろうかってことで、まあこの辺、ホテルも何もないですからねで。初めて会った日なんで、まあ、爽やかに じゃあまたねって言ってバイバイする直前に、まあ、晩ご飯食べて帰ろうかって言ったからね最後にもう一食だけ食べていこうとした時にそんなにお金がなかったんですよね当時私もあのサラリーマンだったんででさらに店もあんまりなくって何かないかなと思って探したのがラーメン屋だったんですよでそのラーメン屋がね多分ねこれじゃないかなと思うんですよちょっと店名は忘れたんですけどもこれのような気がするんで見てみようかなと見れば思い出すんでね ポトンと落として。だいぶこの辺りの様相も変わって。あ、そうそう、これこれ。この店ですよ。あの、場所はここです。もしかしたらお店は変わって、変わってないな。だって20代の頃なんでね。30年前ですよ。そうそう、ここここ。風流風流ですかね。ここですね。ここで食べた。確かに。 えー、ねラーメンと餃子食べて2人で帰ったんですよ <laughs> すごいでしょロマンチックの別れ方でしょでもここに入って一緒に食べたからぐっと距離が縮まったような気がしますね縮まったんだけど結局別れたんですけど <laughs> でねその子とねあ,のある日連絡が来て「クリスマスにこの倉敷のボリ公園に行きたいんだ」って言うからその時まだボリ公園あったんでね で、そこでクリスマスを過ごしたのも一つの思い出ですね。まあ、その日はちょっとね、お泊まりすることになったんですけども、<laughs> 懐かしいですね。そうそう、こういう店だったよ。ここ、ここ。で、カウンターにね、座ったんですよ。うん。あ、これね。いや、なんか美味しそうですね。まあ、ここちょっと遠いんで、 ちょっと懐かしいからラーメン食べに行こうかなっていうところではないんですけどもいや本当はね過疎地っていうかすごいとこですよこの辺はよく30年以上も店やってたなと思いますよ当時からこのたたずまいだったんでもしかしたら代替わりしたのかもしれないんですけどもでも店構えはこんな感じだったですよ、うん、確かね店の名前も変わってないと思うこれ美味しそうですね焼肉丼ぶり。<laughs> まあそういう思い出だったんですよ。当時私ね、あの、トヨタのマーク2の81っていうのに乗っててね、まあ、割と気に入ってたんですよ。うん。で、見栄えも良かったしね、うん。なんか白でね、スタイリッシュで、ちょっとだけスポイラーつけたりとかして、えー、自分なりにしてたんですけども、うん。結構デートしましたね、それで。あっちこっちと、いろんな方と。当時、あの、 出会い系サイト PHS を持ってて PHS のその会社が提供している出会い系サイトがあったんですよ、うん、それでね結構ね同年代の女の子とかとねメッセージやり取りしてお会いしましたね当時私あのスーパーに勤めてて正社員だったんですけどもその社名を言うと結構会えましたね「株式会社なんとかのこれこれです」って言って。 あの朝から勤務で深夜まで勤務なんでなかなか出会いがありません土日の休みは取りませんけども平日の休みとか夕方から夜にかけて出会える方いらっしゃったらお願いしますみたいな感じだったと思うんですよそしたらねまあいろんな方と出会いましたね出会ってこう食い散らかしたわけじゃないんですよとりあえず女の子の友達いっぱい増やしてね楽しく日々を過ごしましたそれが私なりの営業でもあったんですよ そうするとあの実際に私が勤務しているスーパーお店にの私のことを見に来る女の子も結構いてねつまり出会い系サイトで知り合うんだけどいきなり会うのはちょっと怖いじゃないですか女性心理としてだから「どこどこスーパーの何々店に勤めてます」って言ってね言うことによってこうお店に本当に籠持ってくるんですよほいで見に来るんですよで「うわあ本当にいた」とか言ってからねびっくりしますよね私はね あのスーパーの店員っつってもドモホルリングルみたいなね帽子かけて網掛けのなんかあれですよ何て <laughs> 言ったら目しか出てないやつよく分かったなと思いますよね <laughs> で売り場で出会ってちょっと話し込んでね「うん、まだまだ仕事長いから」とか言って「いいよ大丈夫よ遅いの分かってるから一目見たんで帰るまたあの電話で」とか言ってね、うん、なんか初々しいでしょ20代の私の恋は <laughs> というところでしたね。ありましたね。ラーメン屋さん。うん。懐かしい。いやー、懐かしい。口コミ書いてあろうかな、なんかな。出会い会い生徒で会った女の子とデートした店ですとか言ってからね。それもいいな。今度書こう。<laughs> はい、じゃあ、こんな感じでした。個人的な本当にね、一人旅というか、思い出迷子でございました。